ドイツ合同福音ルター派協会事務局は、ドイツ福音主義協会派のオファー本部に入っている、ドイツ合同福音ルター派協会は、ドイツにおける、福音主義。第二次世界大戦後の1948年7月8日に、チューリンゲン州アイゼナ派にルター派宗教会が集まり、ドイツ合同福音ルター派協会は設立された。さらに、1948年7月13日に、 教会規則も議決されている。ドイツ合同福音ルター派協会という教派組織の設立は1945年のドイツ福音主義教会の発足と密接に関係している。ドイツ福音主義教会がルター派、合同協会、改革派協会の協会連盟として特徴を持ちながら一つの教会を目指して発足した。これに対してルター派宗教会は 強派的信仰告白を持たない、ドイツ福音主義協会だけではなく、ルター派信仰告白による一つの協会を求め、ドイツ合同福音ルター派協会の結成に向かった。さらに、ルター派宗教会側には、ドイツ福音主義協会が、告白協会内級信派の強い影響を受けて、発足したことにも不満があった。ナチスに対する教会闘争を担った、告白教会において、 二つの潮流が存在し、対立していた。一つはコプロイセン合同福音主義協会を中心と、する急進的なハンナチス路線を支持する、マルティン・ニー・メラー牧師、ルター派神学者、ディートリヒ・ボンヘッファー、改革派神学者、カール・バルトラに代表される流れであり、彼らは1934年10月のベルリン・ダーレムでの告白協会。 第二回全国総会の路線を支持していたので、ダーレム主義者とも呼ばれていた。もう一つはルター派宗教会を中心とするナチスには、妥協的なルター派協議会が存在していた。ドイツ合同福音ルター派協会の設立時において、告白協会内における、恩恵派グループだったルター派協議会が重要な役割を果たしていた。今日七つの宗教会における、 教会約九百三十万人を要している。その目的は、ルター主義の一致を助け、保持することである。加盟宗教会における信仰告白の立場は、改変されていない、アウクスブルク信仰告白とマルティンルターの、小教理問答を少なくとも保持することである。設立時の十の構成教会は、バイエルン、ブラウンシュバイク、ハノーファー、リューベック、メクレンブルク、ザクセン、 シャウムブルクリッペ、シュレスブヒイコールホルンシュタイン、ハンブルク、チューリンゲンであった。当時のドイツにおいて、ドイツ合同福音ルター派協会に加盟していない、オルデンブルク、ビュルテンブルク、オイティンの3つのルター派宗教会があった。設立当初は、ドイツ福音主義協会との間に緊張関係もあったが、現在は密接な協調関係が確立しており、両者の関係は改善している。 ドイツ合同福音ルター派協会加盟集教会は同時にドイツ福音主義協会にも加盟しており合同協会等の他の宗教会と共に活動をしているドイツ合同福音ルター派協会はハノーファーのドイツ福音主義協会本部会館内に事務局を置いておりそのトップに事務局長を置いているここでドイツ合同福音ルター派教会とルター派 世界連盟ドイツ国内委員会の指導委員会の職務が行われている。ルター派世界連盟ドイツ国内委員会委員長は最高評議会員ノルベルト・デネッケである。ドイツ合同福音ルター派協会に対応なす。組織として合同派集協会の集まった福音主義合同協会が2003年6月1日に設立されている。その時点で 福音合同協会とアーノルズハイン協議会は、福音主義合同協会吸収された。ドイツ合同福音ルター派協会の設立当初から、加盟していた10の宗教会の中から、1977年に3つの加盟協会が統合された。詳しく言うと、ハンブルク州福音ルター派協会、リューベック福音ルター派協会、シュレスブヒホルンシュタイン福音ルター派協会と、 ドイツ合同福音ルター派協会の非加盟集、協会であったオーティン福音ルター派協会が、ノルトエルビエン福音ルター派協会に統合されたので、ある。この統合によって、厚生宗教会が八つに減少した。オルデンブルク福音ルター派協会とビュルテンベルク、福音主義宗教会はドイツ合同福音、ルター派協会に加盟せずに、客員資格を持つルター派宗教会として、存在している。 2012年5月27日に、ノルト・エルビエン福音ルター派教会、メクレンブルク福音ルター派宗教会、さらに、合同派宗教会である、ポンメルン福音主義教会の統合によって、北ドイツ福音ルター派教会が設立された。この宗教会の統合後、加盟協会数は7になった。ドイツ福音主義教会と、福音主義合同協会に加盟している。 立ッペ宗教会は通常改革派宗教会とみなされているが、少数のルター派教会共同体が存在しており、宗教会内で独自のルター派教区を形成している。この立ッペ宗教会ルター派教区はドイツ合同福音、ルター派教会非加盟のまま、ルター派世界連盟ドイツ国内委員会に加盟している。さらに、ドイツ合同福音ルター派教会非加盟の オルデンブルク福音ルター派協会、ビュルテンベルク福音主義宗教会、バーデン福音ルター派協会も、ドイツ合同福音ルター派協会加盟宗教会と、共に、ルター派世界連盟ドイツ国内委員会に、加盟している。ルター派世界連盟ドイツ国内委員会は、候補上の独立した法人であるが、ドイツ合同福音ルター派協会の事務局とは、密接に結びついている。さらに、 ドイツには独立した複数のルター派協会が存在している。これらのルター派自由協会は、進学的な違いでドイツ合同福音ルター派協会に加盟していない。独立福音ルター派協会は1972年に多くのルター派自由協会を統合して成立した。独立福音ルター派協会はルター派、世界連盟ドイツ国内委員会には加盟していない。しかしながら、 独立福音ルター派協会とドイツ合同福音ルター派協会の間で定期的な協議が行われている。ドイツ合同福音ルター派協会における重要事項は進学的な働き、礼拝、共同体形成、協会一致運動である。ドイツ合同福音ルター派協会の指導部は教会常議委員会と監督会議である。そこのトップとして指導監督がおり、 協会総会も指導する。ドイツ合同福音ルター派協会に託されている諸課題に関して、その3つの委員会は責任を有している。協会常議委員会は指導監督が選出されて成立する。指導監督が常議委員会の長になり、次席監督、さらに監督会議のメンバーも協会常議委員会に入る。加えて協会総会の議長がおり、 監督会議のメンバーと指導監督、自席監督で合わせて9人が全体総会で選ばれる。教会常議委員会は年に6回会議を開く。指導監督は教会総会の大議員から選出される。3年の任期で再選も可能である。指導監督はドイツ合同福音リター派協会の最上位牧師であり、その職務はドイツ合同福音リター派協会の 加盟諸教会での講談で説教することであり、監督教書を配布することである。加えて、指導監督はルター派、世界連盟ドイツ国内委員会の代表も務める。ドイツ連邦共和国、ドイツ民主共和国に分かれていても、ルター派宗教会は共に、ドイツ合同福音ルター派教会に属していた。1960年代の終わり、同じ職務を満たすことが、 向上的に難しくなった。そのことから DDR 地域にあったドイツ合同福音ルター派協会に属していたルター派協会が独自の指導監督を持った東部地区を形成した。1991年、東部地区と西部地区は再び統合された。東部地区の指導監督は以下である。ドイツ合同福音ルター派協会における。 監督会議は15人のメンバーから構成されている。そこには、ドイツ合同福音ルター派協会の監督たちが属しており、及び別に任命された5人の協会指導部局のメンバーがいる。監督会議の議長はドイツ合同福音ルター派協会指導監督が務める。監督会議は年に2度召集される。その職務は特に、教会法、礼拝、 法的効力に関する通達に関しての決定である。教会総会はドイツ合同福音ルター派協会の立法機関である。6年ごとに改選され、通例、1年に1度定例会議が招集される。全体総会は50人の代議員によって成立する。このうち、ドイツ合同福音ルター派協会、加盟集協会総会から選ばれるのは42人。 他の8人指導監督から任命される。現在、ドイツ合同福音ルター派協会、ドイツ合同福音ルター派協会事務局は、ハノーファーに置かれている。なお、この、ハノーファーのドイツ合同福音ルター派協会事務局は、ドイツ福音主義協会本部内に置かれており、両者は密接な関係を持って運営されている。ドイツ合同福音ルター派協会事務局長、ホルスト・ゴールスキーは、 ドイツ福音主義協会副事務局長を兼任している。ドイツ合同福音ルター派協会事務局のドイツ福音主義協会事務局への統合案が2016年11月マグデブルクで開催。この協会総会における賛成は37票であり、反対は7票、棄権は3票だった。同時に開催された合同教会側の福音主義合同教会総会では、 事務局統合案は、全会一致で承認を得ていた。クルツ、バンディング、スタタスティック2015、スタンド2013、イークド・ハット、キルチェン・マグリダー・ザ・ラン・スタンド、31、デト・センバー2014、ウェブサイト・デア・イークド、ヤヌハー2016、ユルゲン・ジェズユースキー、ファイニッシュ・タイバンジェリスチ。 ルザー・イッシュ・キルヘイン・ドイッチュランド、グランドン・ボーア・50ヤレン・イン・アイゼナハ1948、ディ・ウォートバーグ、スタッドイスト・ミッドデア・コシ・シタ・デルザー・トムズ・イン・グリッシュ、バー・バンドン・イン、MFB ・バーラグ・スガセヨ・シャフト・ MBH ・アイゼナハ、スター・ツイート、スタート・ジャーネル・ミッドイン・フォア・マツヨ・ナニアオス・デム、ウォートバーグ・クレイス、ジュニ・ヘフト、ダラック、ウント・バーラグ・シャス・フリッシュ、アイゼナハ1998、 s36 S から 38http コロンスラッシュスラッシュ www.epd で、ゼントララアタクション、エップド、ゼントララアタクション、シュアープンクターティケル、イヴァンジェリッシュカンフェシャナン、R%C3% ブクキンバイタザス。ありがとうございます。